株式会社高知スーパーマーケットとは、高知県で営業展開していたスーパーマーケットである。通称は、高知スーパー。元大 A グループの企業で、高知市高須三丁目に本社を置いていたが、2006年8月16日に自主解散し、10月15日に全店舗を閉鎖している。1958年3月27日に、 高知市内の商店主50人の出資して、資本金2000万円で設立し、6月1日に、高知市帯山地の旧高知大丸跡に、スーパーマーケットを開店した。サニーマートと共に、高知県の主要スーパーとしての地位を築いてきた。高知県は、スーパーマーケットのチェーン展開が、四国の他県と比べ早い段階で進行したため、県内では他にサンプラザ、サンシャイン、 南国スーパー、ハイパープラザといった会社ともしのぎを削ってきた。1969年4月に大英と業務提携し、商品供給を多くを大英に委ねた。昭和末期までは、県下の軍部である河北町や、物延村などにも小規模の店舗を出店していた。これらの店舗は後に CGC グループとなる。しかし、昭和末期になって徐々に経営が悪化したため、 1988年に中内率いる大英に支援を求め、大英グループとして再生を図ることになった。これは中内の先祖が高知県出身だったことも強く働いたとも言われているが高知にキャンプを張ることになった。大英グループになったことにより一時的に経営を持ち直したものの、90年代後半から今まで進出してこなかった丸中や富士あるいは大手の ジャスコといった高知県外の四国地区、全国区の県外資本のスーパーが相次いで高知県に進出したことにより、今まで以上に競争が激化した。さらに、親会社、大英の急速な経営悪化も働き、再び苦しい経営状態に陥ることになった。2003年の2月に2月末のフランチャイズ契約の満了とともに大英グループからの離脱を表明し、自力で 経営改善を図ることになったが、経営は持ち直すどころか競争の激化により悪化の一途をたどったため、2006年8月16日に自主解散し、2006年10月15日までに全店舗を閉店した。高知県で自主解散を表明するまで7店舗で営業していた。かつて9店舗あったが、そのうち2店舗をサニーマートに譲渡した。 最終期まで営業を続けた店舗はすべて高知市内にあり、その内訳は以下の通りである。2021年2月28日時点でも現存する高知スーパーマーケット前里店の案内看板。ありがとうございます。